アメ板。なんだよ、ガタみたいの。いや、最悪のコンディションじゃん。飲みすぎちゃった。部屋の掃除しすぎた。好きな漫画をね、はい、紹介するっていうやつを、ね、サブちゃん撮ろうって俺が思って、カンタにそれ言うの忘れてたから、うん、カンタがおすすめのやつ書き入れたから。本当だったら家帰って撮りたいんだけど、まあ、今日撮りたいぞって。結構こっから忙しいからね。うん、そうでしょ。ちょっと違うんだよな。違くないだろ。文庫本の方なんだよな、これ。わかると思います、わかる人には。ジョジョ。ジョジョね。ジョジョの4部のキラークイーンと主人公のジョジョが、うん、表紙にいるやつって俺ちゃんとスクショまで送ったよ。で、46巻はあったから。で、46巻文庫本だから、それ6部のプッチ神父だろ。いや、まあ誰だよ。え、全然分かってないでしょ、何がこれ画期的か。簡単な説明すると、うん、まずはじめにドラゴンボールとか格闘技系ありますよね。うん、パンチ、キック、まああれも面白いじゃん。うん、で、必殺技が出てきました。例えばカメハメハとかレーザーみたいなやつとか、うん、で、次の第二形態でルフィとかナルトの忍術が出たりとか、うん、腕が伸びるとか、うん、火を出せるとか、その先なのこれ。キャラクターがいるの、後ろに。うん、でそれで何ができるようになるかっていうと、今までだったら衝撃波でバーンってやったら遠くで壁がバーンってなるじゃん、うん、じゃなくて本人がフッてやったら、キャラクターの幽霊みたいなスタンドってやつがその攻撃をするわけよ。うん、だから普通漫画じゃ描けない能力が描ける。もう一人いるから。ポケモンみたいな感じ。ポケモンじゃないな、間違っちゃった。ここにパンチが当たったら、ここはジッパーに行ったやつ。なんで？そういう能力なんで、ジッパーにする能力なんてしないでしょ、今まで。まあね、バッてやったらここにジッパーだ。で、ガッ開けるの。うわー、だから、めちゃくちゃ死闘が繰り広げられるんじゃん。でも街中の人から見たら、立ってる二人の。あー、だから別に何もしてないよ、ね、そう。でも、スタンド使い同士は見えない。面白い面白い。で、かつ、主人公の能力、うん、俺なんで4部が好きかっていうと、うん、回復する能力なの。おう。主人公回復する能力ってありえないでしょ？ありえないね。どうやって攻撃すると思う？わかんない。ピストルを傷つけといて、傷つけたものを持っとくの、うん。飛ばすじゃん。触るじゃん。これを。うん、じゃあこれ治るから、シュッて。っていう普通じゃない戦い方しか載ってない。へえ、それは面白いんですよ。4部の最後とか、うん、敵の能力が分かんない、うん、読んでる側も、うんうん、だからラスボス的なやつが、うん、こっちのキャラクター全員に何かの攻撃しててどんどん死んでくる、はいはいはい、でも分かんないの。 何が起きてるか。普通の漫画だったら相手の能力明確にして、うん、それを解くじゃん、うん、まず相手の能力が何かを探して探すの。でも主人公が記憶なくなっちゃうってやつだから、うん、読んでる人しか相手の能力わかんない。あー、で主人公は踊らされまくるの。いや違うよって、前これこうやってやられてまた同じパターンでやられちゃうよって。で勝つの。いや勝つのか聞いちゃダメだろ。勝つんでしょ。勝つのか聞いちゃダメだろ。勝つんでしょ。勝つのかダメだって。もういい。ご択はご択並べてねえよ。僕はあんま漫画読まないんで。そうね。でもこれは読んでたっていう。それぐらいじゃない、逆に。銀魂。銀魂ね。銀魂は大好きで、これ39巻なんだけど。そうね、それが一番好きなの。まあ面白い。これ銀さんっていう主人公の人が、その周りの出てくる登場人物の女性全員と、なんかその関係を持ってしまったっていうドッキリの回なの。銀魂は俺面白いなって思ってた理由は、うん、やっぱ歴史好きだから。あーそっか、ちょっとリンクするよね。そう、全部そのもじったのが面白くて最初に始めて。え、でもパロディーがすごいじゃん。うん、例えばドラゴンボールのキャラ、あれとか全然わかんない。え、なんかこの人って、うんうん、あれの新しさよお前。だってドラゴンボールみたいな格好してる回があるらしいんだけど、うん、なんでその格好してるんだろうと思って。わかんないから俺。そのあれよ、新しさ。だってねえ、あだやっちゃダメだからね普通に。だって他の漫画のキャラが普通に出てきて関西弁喋りますよ。それ面白いよな。それなんだよ。これしか読んでなかったけど、うん、なんかもう笑ってた
本読んで笑うことってないじゃん。確かに確かに。銀魂はほんとね、読んでほしい。まあね、なんか読んでて笑ってたよこれは。俺はそれは気持ち悪いけど。いや気持ち悪いじゃん、本読んで笑うの。ははって。そう、だから高校に行ってんじゃん。高校に行く時のマジですごいハマったな。怖っ、へへじゃねえよって思われちゃう、周りからは。うん、俺はへへって言うからね。ハマってたんだ、その。銀魂はね、本も出てんの、その小説も。うん。それも。あ、それもわかるな。それも笑ってたよ。気持ち悪い。へへって。それはもう、へへぐらいまで笑ってたかも。僕らのね、おすすめはね、銀魂とジョジョ。まあ、ジョジョは、まあ、ぜひ、全部読んでほしい。これ。はい、ということで、サブちゃんでした。ありがとうございました。違う、お前だからサザエさんで、サザエさん戦闘やんないじゃん。急にお前謎の組織がカツオを誘拐して、うん、タラちゃんが覚醒するって絶対面白いじゃん。いや面白いけど、いやいや分かるよ、カツオがいないっつって。いやでタラちゃんが普通に喋れるようになる。喋れんかよ。あ、イクラちゃんか。バブーって言うんですよ、ね、言ってるけど今やばいな、やべえなマジで。とりあえず警察当てになんない。みんな集まって、うん、警察当てになんないが俺らでやるから、うん、で特殊能力を持ってる。急に。いや、実はイクラちゃんが特殊なの名前だけかと思ってたわ。いや、イクラ出せるとか口から。いやいや、別に大丈夫だろ。イクラ無限に嫌だだけだろ、それ。イクラつけられても嫌だなってだけだろ、別に。その場合、鮭だしな。口からイクラ大量に出せる。いや、鮭も口からは出せないんだ。いやでも口から卵吐いてるね。